グリルオーブン、グリル皿で焼くの操作方法です。オーブンの温度、焼き時間の目安はご覧の通りです。では鶏の香草焼きでご説明します。電源を入れ、本体操作部を開きます。メニューからオーブンを選びます。次に左右ボタンで温度を設定します。スタートボタンを押して調理スタート。調理が終わったら切ります。美味しそうに焼き上がりました。